最初は本当にベランダにですねテントを張ってあの電子毛布で微生物を温めて人間は極寒の中ずっと作業をしてましたね。ベランダラボ、ベランダラボ、もう外から見るともうゴミ屋敷みたいなそうですよね、あそこベランダでなんかやってるって話ですよね。いや本当に。この番組は北海道を愛し北海道の活性化を目指すボスたちと北海道の未来と経営について楽しく真剣に語り合う番組です。今回のゲストは今日は株式会社コムハム代表取締役西山明乃さんにお越しいただきました。西山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社コムハムは2020年に札幌で創業、コムハムと名付けた微生物を敷き詰めた処理スペースに粉砕したゴミを混ぜることで環境に優しくスピーディーに有機性廃棄物を水と二酸化炭素に分解して堆肥化させるバイオマス処理システムを提供しています。現在は渋谷区をはじめとした自治体との実証実験を重ね生ゴミ処理のインフラアップデートを目指しています。コムハムというこれについてまず伺いたいんですが、どういったものなんでしょうか。はい、生ゴミだったりの有機物をですね、高速で早く分解できる複数の微生物の配合技術になります。生ゴミをということになると、まあ、最近増えてきているコンポスト、そうですね、どうは違うんですか。全く技術としては同じで、はい、まあ家庭用のコンポストって、まあ、割とゆったりとこう時間をかけてこう、うん、分解して堆肥にするっていうものをコンポストっていうんですけれども、弊社は一応ですね焼却処理の代替となるインフラを作るっていうことを目指しているので、うん、焼却処理と同等にですね、処理スピードが、1日から3日と早くてですね、あとは残ってしまう堆肥の量もですね、通常だと生ゴミの半量程度が残ってしまうんですけれども、コムハムは最短 2% まで抑えることができるというような特徴が 2%、はい、じゃあもうほとんどのものが分解されて形として残らないということですよね。そうですね、ほとんどは二酸化炭素と水の水蒸気になって分解されてしまいます。しかもそれが早くできてしまうというすごい技術だなともう話伺っているだけで思うんですが、西山さんご自身についても伺っていきたいんですが、はい、ご出身はどちらなんですか。出身は苫小牧で、うん、高校から札幌に出ておりまして、はい、その後に、付属の大学の別府にある立命館アジア太平洋大学という半分が学生の半分が留学生で構成されているちょっと変わった大学に進学しました。大学ではやっぱり今のこう仕事につながるような何かこう研究的なものとかそういったことをされたんですか。一切研究全く理系の学部はない大学でして、はい、特に一生懸命勉強したという記憶はないんですけれども。そうなんですか、はい、ただ、まあ、学生の半分が留学生っていうことがあって、はい、まあ、今までの当たり前のルールとかですね文化とかですねが、まあ、まかり通らないところで、まあ、生活はしていたので、こう予想だにしないことが目の前で起きるっていうことに対しての免疫力は、うん、その大学時代に育んだかなと思います。なるほど。で大学を卒業された後、はい、まあ、今の起業されるまでの間っていうのはどうされてたんですか。はい、ですねこういう仕事をしてみたいはなかったけれども、こういう人たちと働いてみたいっていう思ってた、広告代理店のパーティーという会社がありまして、運よくそのパーティーに就職することができて、その中でですね、まあ、ジョイントベンチャーという形で、スタートアップ立ち上げたりとか、さまざま経験させていただく中で、自分で事業自体のハンドルを握って、運転してみたくなったっていうのがちょっと起業までの簡単な経緯になります。そこからじゃあご自身が主体的に何かこう起こしたい、まあ、スタートアップのそのもうスタートアップ側に立ちたいっていうふうな思いを抱かれて、最初 どうでした、そのどこから手をつけようっていう感じだったんですか。はい、もともと私がやっていた仕事が、まあ、プランナーというか、まあ、PR だったりブランディングのプランニングをする仕事だったので、何か社会的インパクトを与えられる事業は何かなと考えた時に、研究
畑、まあ、ディープテックと呼ばれているものですね、うん、のものであればなかなか研究者って平たく説明するのも苦手ですし、うん、世の中のムードをつかんで事業を作っていくってとこも苦手そうに感じる事象がたまたま経験としてあってですね、うん、結果ですね、一人思い当たる人がいまして、まあ、自分のお父さんなんですけれども、はい、私がちょうど大学に入るくらいから、急にですね、その今コムハムが持っている技術である、まあ、微生物に生ごみを分解させて、堆肥を作るといった技術を販売して始めていったんですね。で、世の中のためにいいことをせっかくしているのに家族から見るとあんまりうまくいってないなというのを感じていて、うん、ただ着実に実績はついている、うんうん、で、まあ、考えてみたらディープテックだなと、うん、でしかも社会にインパクトがある環境にもいいっていうところでお父さんに継ぎたいんだけどっていうお話をしたっていうのがそのさらに続きとなりますね。へえ。じゃあ一番実は近いところにそのディープテックのこう目が出てたってことですよね。そうですね、うん、もし私が引き継ぐんであれば別会社としてスタートアップとして経営をしたいという意向があったので、うんうん、結果ですね、私がコムハムという別会社を作ってですね、うん、で、お父さんの企業と本当に親族間の馴れ合いなく企業同士のお話で技術を継承するという形で引き継ぐことになりました、うん、はあ。じゃあその本当に譲ってもらったとかではなくて、ある意味一つの会社を起こしてそこでこう技術をこう移譲するというか、そうですね、そういう、まあ、本当にビジネス上のやり取りが行われたっていう。そうです、もうゴリゴリの契約書も締結。ゴリゴリの契約書、はい、家族間ではありながら、ありながら、はい、へー。おそらくお父さんは一緒に仕事をしたかったと思うんですけど、私からすると溺愛されて育ったという自覚はあって、お父さんは私が言うことにノーとは絶対言えない関係がもう構築してしまってたので、うんうん、事業する上でそれをに私が甘えてしまったらなかなか事業成長できないだろうなというところがあったので。でもご自身はその研究職ではなかった、はい、でそのまあ出会いはあったにせよ、まあ、一番小さいミニマムな形から始まってるじゃないですか。やっぱりそれを商品化するまでの間ってやっぱり本当にいろいろ大変なこともあったんじゃないかなと思うんですけど。大変でした。まず研究者に会ったことがなかったので、うん、その研究者探しから始めまして、で運よく研究者見つかったんですけど、まあ、そうすると次は頭はあるけどラボがないので研究できない、はい、研究する場所がない、うん、最初は本当に札幌市内の 1LDK のマンションのベランダにですね、あの電子毛布で微生物を温めて、人間は極寒の中ずっと作業をしてましたね。ベランダラボもう外から見るともうゴミ屋敷みたいなそうですよね、あそこベランダで何かやってるって話ですよね。いや本当にいつ通報されるんじゃないかというあのヒヤヒヤとともに最初の1年は過ごしましたね。そっか、最初は本当にこう ものすごい手触りのあるこう仕事から始まっていくんですね。まあ、本当にそうですね。私からするとあのドクターまで持っている研究者を雇用して何をさせてるんだっていうのが最初もうめちゃくちゃありまして申し訳なさというか、はい、でただ今そのドクター研究者にですね、はい、その話を振り返った時にあの時間があってよかったって言ってくれるんですよね、はい、なんかやっぱりラボでの結果とこう実際に手触りのあった経験があるのとないのとではやっぱり基礎研究で研究するただの論文を書くっていうのがアウトプットではないので、商品化する上でその最初のもう手の感覚がない真冬ずっと外っていう環境で実験した経験はすごく良かったっていうのは言ってくれてるので、うん、救われてます今。なるほど。いやでもその言葉はすごく大きいですね。大きいですね。うん、実際に今その会社で手掛けていらっしゃるこのコムハムを使ってどういったこうビジネスを仕掛けられてるんですか。はい、今はですね、今年の夏から販売開始の予定なんですけれども、ソーラーパネルの電力で全て自動駆動するですねスマートコンポストというものを作っています、はい、
それはどういったものになるんですか。はい、はい、まあ、弊社微生物の会社なのでできれば微生物以外を販売したくないというところがあるんですけれども、うん、どうしても、うちの技術を安定して使うとなるとその箱が必要でして、うんうんうん、でその箱っていうのが、まあ、よくあるものだと電気 AC 電源につないでですねその電力で全て駆動させるっていうのが通常なんですけど、はい、そうすると温室効果ガスの排出量というところで比べると、環境負荷を抑えた技術がコムハムなのに、うん、まあ、総合的な環境負荷でいくとそこまで焼却処理と変わらないというところがなってしまうので、そちらをすべてソーラーパネルの電力で駆動させるということと、まあ、あと導入された自治体とか企業がですねしっかりそのどれくらい環境負荷を抑えられたかっていうのを定量的にウォッチいただきたいというところがあったので、生ごみがどれくらい入ったかそれによってどれくらい温室効果ガスが排出されて、まあ、それは通常の焼却処理と比べるとどれくらい抑えられているのかっていうのをしっかりデータを定量的に観測できる機能というものを設けた箱ポストみたいな箱になりますね。実際にこの技術をこう導入されているその自治体さんや会社とかっていうのはあるんですか。はい、まだ販売開始前なので実証実験にはなりますけれども、うん、はい、例えば渋谷区さんが、区民をモニターで募っていただいて、うん、街の中に弊社のスマートコンポストを置いていただいてで、皆さんで共通のコムハムペットみたいな形ですね、はい、生ゴミを餌としてあげに行くみたいなところで、どういった問題が出るのかとかですね、を、実際に試してみるような実証をしたりだとかあとは札幌市内だと、昨年の10月に開催されたノマップスのイベントの中でですね、うん、たぬき工事で、飲食店が集まるイベントをやったんですけれどもそのイベントから排出される生ゴミを全量コムハムで処理するっていうようなことを実証実験で実施したりしております。でもいよいよその商品化製品化っていうのが近づいてきていて これが世の中にこう出ていくっていうのはやっぱりこうご自身にとってはこう嬉しい気持ちなんですか。どういう気持ちなんですか。はい、ですね、嬉しいですもちろん、はい、ただすごくこう自分も親になったことないんですけど、はい、こう独立する子供を送り出すような気持ちと近いんじゃないかなと思います。本当にもう今創業して丸3年くらい経ちますけど、はい、コムハムのことばっかりコムハム一番での生活だったの、うん、なので今ももう相当なお金もかけてきてコムハムがちゃんと働いてくれるんだろうかっていうような働いてくれるだろうという確信を持ちつつも、少し頑張っていってらっしゃいみたいな気持ちはありますね。まあね、ベランダでそのアイデアのところから温めて実際温めて極寒の中、はい、そこからこう今に至るまでのこの過程をずっとこう3年間で過ごしてこられてるわけだからこっから世にこう出ていくっていうのはそっか子供を見送るようなそんな気持ちなんですね、はい、これがこう世の中に広がった時ってそのインパクトを持ったものではなきゃいけないっていうその信念で言われていらっしゃったと思うんですけども、はい、どういった反応があるとあやってよかったってそういうふうな気持ちになるんでしょうね。はい、なんか分かりやすい反応はなくていいかなと思っていて、こういう環境に関する取り組みって割とこう参入ハードルが高いものがほとんどなので、結果としてみんな気づかないんだけど当たり前に日常生活の中にの仕組み面白いなっていう仕組み弊社のスマートコンポストを含めてうちの技術がですね使われて気づいたらいつの間にかみんな環境にいい生活ができているというようなインフラを作れればいいなと思ってます。なるほど。じゃああんまりこう目立ってこれがあるからこうだったみたいなものがこう気づかれなくてもいいってことですか。そうです、ぬるっとやりたいです。ぬるっとぬるっといつの間にか私たちは気づいてるけどここの町はこれだけ環境負荷を抑えられてるんだよとかっていうことが結果としてちゃんと地球にも社会にもインパクトがある形で残すっていうのを目標にはしてますね。なるほど。その会社としてはどうなんですか。そうやって、まあ、ある意味父親からその技術をこう移譲してもらってでこう今まさにこう物が世の中に出ていこうとしている、これがこの先はこの会社っていうのはどうなっていきたいなっていうのはあるんですか。はい、まあ、お父さんから引き継いだっていうのもあるのでこの環境関連の弊社の技術も含めて取り組みって、まあ、この一世代で終わるものじゃないなと思ってます。なので私の世代で、せっかく引き継いでちゃんと時流も乗っている社会が今やっと醸成されているので、できる限り今考えられるベスト
なことはトライし尽くして失敗もたくさんして、うん、より次の世代がよりよくいいものが作れるような結果を残したいなとは思ってます。いやこれすごいですよね。やっぱスタートアップ そのボスにお話を伺うと、まだ世の中に自分たちの商品出てない段階からもう次につなげることを考えている方がすごく多いなと思って。そうですか。これは どうやったらそうい こう考え方になるんですかね。誰にも頼まれてないけどある使命感みたいな。なるほど。そうなんですよ、うん、これは本当に、うん、私もスタートアップの社長たくさん友人もいますけれども、はい、みんな共通しているこの誰にも頼まれてないっていう、うん、なぜか皆さん使命感を持っていて、うん、まあ、それは自分が何でモテてるのかっていうのはそんな立派なものでもなくてですね、まあ、起業して、まあ、いろんな方がサポートしてくれて、うん、もうここまでいろんなサポートとこうしたらいいんじゃないってアドバイスもたくさんいただいている中で、なんか中途半端に終わらせたくない、うん、自分も結構たくさん時間もお金もリスクも取ってきてるつもりなので、うん、その分ちゃんと成果として出したいっていうようなところが元となるのかな。なるほど。このいよいよ夏ですね、コムハムがこう世の中に出ていくのを、はい、僕もちょっと一緒に応援しながら見守りたいと思います。今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。